こんにちは、店長武蔵チャンネルでございます。はい、こちらおなじみのスズキの TS185ER という、80年代も初頭の作りのままずっと製造、販売され続けてきた車両でございます。細かいちょっと電装がね、6ボルトか12ボルトになったり、この、ここのレンズのなんかが変わったり、あとブレーキレバーが変わったりとか、まあ、細かいところはちょこちょこ変わってるらしいんですが、基本的な作りはまあそのまま、いい悪いは別としてね、いい悪い別としてそのままという感じのものでございます。はい、ということですね、ちょっと簡単にね、機能説明というか、こんな、これはこれですみたいな説明をさせていただきたいと思います。はい、まあ、購入される方はですね、大体もうね、私と同世代もしくは先輩の方ですので、もう昔乗ってたとかですね、まあ、そういう方が多いので、まあ、今更ね、何をっていう感じもするかとは思いますが、はい、ちょっとね、簡単に説明させていただきたいと思います。はい、まずここにメインキーですね、この鍵ありまして、でここに、まあ、これ昔ながらの鈴木さんの鍵ですね。はい、これを差し込んでいただいて、でオン、ね、オフ、ここはオンオフだけです。オンオフだけ。はい、でハンドルロックというものがついております。でハンドルを一番左にね、目いっぱいこう切っていただいて、そうしますとこちらですね、こちらここに、鍵穴がありますので、ここに鍵を出してで回して抜いていただくと、そうするとハンドルロックというものがかかります。ですから駐輪しておくときね、駐車しておくときですね、これをロックをかけていただければと思います。はい、ね、こちらです。で、鍵、もう一箇所鍵を使う場所がありまして、それがこうシートですね、シート、ここね、ここ差し込んでいただいて、でパチッ、ちょっとシート開きますので、シートで止めるものが特にないので離すと落ちちゃいます。はい、ですので、まあ、何かでねちょっとこう押さえていただくとか、まあいい悪いよ、そういったことでね、車載工具みたいなのを押さえるということも、できるかなとは思います。はい、はい、そんな感じですね。鍵の説明はこんなところとさせていただきたいと思います。ですので3箇所ですね、メインキーをね、キー、鍵をオンオフする場所、あとハンドルロック、そしてこちらシートオープンですね、こちらが、鍵使う場所となってございます。で、こちら燃料キャップに関しては鍵がついてございません。はい、でこれただのねじ込み式ですね。まずこのこれ空気吸うところなんですけどね、でこれ外していただいて、そしてこれを、ね、左に、ひねっていただくと、こうくるくるくるっと回していただいてですね、そしてこんな感じになってますね。はい、でここにガソリンを入れるという仕組みになってございます。はい、ですのでこれ鍵はございませんのでね、はい、まあこれに関してはですね、鍵付きのはないんですかっていうようないろいろお話もね伺うんですが、ちょっとなかなか見当たらないですね。多分ね、それがあるとすぐですね、こういろんなネット上でね、鍵付きどうのこうのということで出てくるんじゃないかと思うんですが、でこれ樹脂でできてます。ですのであんまり強くね、こうグーって締めちゃうと、割れます。はい、ですのでまあ気持ち、ちょっとこうくって締まるぐらいかなっていう感じですね。ただ経年劣化しますので、やっぱり年月が経つと割れてしまいます。そうした場合はもうこれもう交換ですね。はい、でうちにはもう在庫してますので、もしね、割れてしまったっていう場合はですね、言っていただければ、はい、ご購入いただくことは可能となってございます。ちなみにこれ輸出確か部品にされてたと思うんで、普通には買えないですかね。はい、まあゴンコースの部分はね、適当になんか合うやつをつけていただいてもいいですしね。はい、さあそんなことでございます。さあ次、スイッチ類ですね。スイッチ類のご説明、まずここにキルスイッチっていうのがついてますね。エンジンストップ、オフの位置だとエンジンかかりません。ですのでまずね、ランかどうか確認してください。エンジンかける前はですね、はい、で一生懸命キックしてずっとオフのままだったっていうと非常に労力を使ってしまいますからね。はい、さあそしてですね、左側にはいろんなスイッチが、ついてございます。まずですね、ヘッドライトスイッチっていうのがここであります。はい、オフとオンね、そう、まあ、この車両に関してはヘッドライトのオンオフスイッチがついてますけど、走行中はオンで乗ってください。はい、そしてこっちにもう一個下にあるのが、これがハイロースイッチですね。ヘッドライトの向き、通常走行中はまあローで、対向車とかいなければですね、はい、でね、こう灯光を照らしていただければと思うわけでございます。はい、そして、その下にあるのがウインカースイッチね、ターンスイッチって書いてますね、ターンって書いてますよね、左右でプッシュキャンセルではございません。自分で真ん中に戻すというね、仕組みになってますからね。はい、消し忘れにご注意いただければと思うわけでございます。そしてその一番下ですね、ホーンって書いてます。その名の通り押すと、ホーンが鳴るという仕組みになってございますということですね。はい、スイッチ周りはこんな感じになってございます。はい、
さあ、そしてですね、とりあえずエンジンをかける準備ということなんですが、まずはですね、こちらに燃料コックというものがあります。この水平位置、ね、今水平位置になってますけどね、これがオフです。ですので、この位置にしているとガソリンがここからキャブレターの方に行かない仕組みになっています。エンジンをかけるときはオン、ね、オン。もしくは上、リザーブ。はい。こちら、どちらかにしていただいてから、ガソリンを送ってからエンジンをかけると。いうことになります。で、止めておくとき、駐車しておくときは、まあ、駐輪でもいいんですが、駐輪しておくときはコックはオフにしておいてください。はい。で、これオートコックという今のねオートバイ、まあ、スクーター、そうですね、今はもうみんなインジェクションになってしまったのでちょっと違うんですけど、まあ最近のね今キャブレターのオートバイとかでもこういう、コックついてるのあるかと思うんですが、オートコックっていうのを結構採用しております。はい。オートコック、今日はエンジンが回ると流れる仕組みですね。エンジンが回ってないときはガソリンが流れない、そういう仕組みになってるんですけど、こちらの場合はそういう仕組みになっておりません。普通のこれなんていうんですか、強制タイプっていうんですかね。はい。だからオンにしたときはもうガソリンは常に下に行くような仕組みになってます。はい。なので止めておくときはオフにしておいてくださいということをご説明させていただいてございます。はい。なぜかというとね、ずっとね流れている状態になっていると、結局ですね、このキャブレターというものの仕組みが浮きがあって、ある程度のガソリンの量になると浮きがバーッと上がってて栓をするんですよ。栓をする。それによってガソリンがもう来ない仕組みになっているんです。で、ガソリンがエンジンかけてガソリンが減るとその浮きがちょっと下がるんで、そうするとガソリンがまたちょろ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 と流れるというような仕組みになっているわけでございますが、万が一ですよ。まあ、新車なんでそんなことはないでしょ、ね、しょっちゅう乗ってて、そうそうそんなことはないだろうと思うんですけど、例えば浮きが何かに、ね、ちゃんと上がんなかったとか、もしくは線がちゃんと閉まってないとかね、もしくはなんかちょっとこううまく閉まんなかったとか、そんなことになった時にガソリンがずっと下に流れます。そうするとオーバーフローといってですね、こうガソリンダーッと上まで行って最終的に、ここからガソリンがちょろ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 ずっと出てくると、で最終的にこう なくなるまでね、こうバーッなくなるまで下に全部出ます。はい。で、そういうことが起きないとも言えないんです。はい。なのでガソリンコックはオフにしておいていただけたらなと思います。で、たまに忘れますね、最初はちょっと乗った時にしばらく乗ってから、あれプス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 、あれ調子悪い、止まっちゃった、なんだ、あガソリンコックオンにするの忘れてたなんてね、そんなことを、まあ、最初のうちはね、あるかと思いますが、まあ、すぐ慣れます、もうすぐもうコックはすぐオフ、すぐオン、ね、乗る時はオンみたいなね、ことができると思いますのでね。はい。で、オンのまま乗っていただくとガソリンがピューッとだんだん下がっていきます。下がっていって大体これぐらいですかね、これぐらいまで来るとこう管がね、2本あるんですよ。要は。長いやつと、まあ、ほぼない短いやつ。まあ、ほぼないですかね。ないやつあるんですよね。で、こっちの、要は、オンの位置っていうのは、この長い管の、から流れるんです。ですから、ガソリンがある程度下がって、その管のところまで行くと、ガソリンが来なくなる仕組みになってます。その場合に、このリザーブっていう位置に変えます。はい。予備タンクの位置っていうね。だから別に、この中に予備タンクがあるわけじゃないんですよ。ガソリンの高さで、位置で決めてるだけなんです。で、この管の部分とそうじゃない部分があるんで、管の部分ではもうガソリンが来なくなったら、これをね、コックの向きを変えて、リザーブって位置にしてあげると、一番下になるんで、何もついてない、管がついてない、まあ、管がついてないって言っていいですかね、ない部分になるんで、ガソリンが一応また流れるということです。そしたらもうすぐガソリンスタンドでガソリンを給油してくださいというような仕組みになってございます。ただ、機械式です、これ。単にね。まあ、大体そんなもんで。最近のインジェクションのオートバイの場合は、コックがもうついてないですよね。はい、ついてません。で、燃料系がついてて、ある程度いったらもう入れてくださいよっていう、ね、ランプつけたり、なんだりっていう仕組みになってたかと思います。はい。まあ、こちらの場合は昔ながらのオートバイなので、燃料系もついてないですし、ね、こういうので、大体1回、2回、3回って乗ってると、大体、あ、もうそろそろガソリンなくなるなっていうのが大体わかるようになります。距離でね。あ、これぐらい走ってきたからもうなくなってきたな。そしたら、これをね、もう自分でリザーブにもうパッと変えて、それでガソリンスタンドで給油するっていうね、まあ、そんなことをだいたい慣れてくるとそんな感じになるのかなと思ったりしますけどね。はい。懐かしいなってね、思いますけどね。はい。さあ、そしてですね、まあ、これガソリンです。で、キャブレターの説明をさせていただきたいと思うわけでございますが、これね、キャブレター、気化機と呼ばれているものでございます。はい。で、こちらですね、こちら、
これがチョークレバーって言います。下にバチッ、こうするとチョークが入った状態になります。だからガソリンが濃い状態になります。だからエンジンかけ始めはこれでエンジンかけていただくと、である程度したら戻す、ね、でこのままね何もしないで離れて暖気はしない方がいいと思います。はい、スロットルでちょっとね煽りながらついてくるようだったらこう戻してね、完全に戻してもうついてくる、スロットルひねるときに普通にこう回転がパッパッパッ、あ、ついてくるな、ね、ついてきてるなっていう場合はもうこれ戻しちゃっていただいてね、あとスロットルで少し、保っていただくと、そういうのがいいのかな。でどうしてもスロットルでねしばらく保つのが面倒って場合はこれをアイドル調整スクリューというのがついてますけど、これをひねってあげると、要はスロットルを開けてる状態、下げてる状態の位置を決めるだけです。ですからこれ締め込んでいくとスロットルがずっと上がっていくんですね。だからこれを開けてるのと要は同じ状態になります。ですので、まあ、それでキープすることはできるんですけど、エンジンが温まってしまうと今度回転がうわーっと上がっちゃいます。ですのでそしたらこうね規定の位置までこれを戻してあげるっていうね、ただそうすると大体もう目安としてね、あ、こんなもんかなっていうことになると思うんですが、まあ、そのあたりはですね、難しいな、どうやってやるのがいいんですかね、まあ、乗りながらね、あのご自身で これがいいなって思うやり方を決めていただければなと思います。ただチョークをずっとこのままバーってやっちゃうのはあんまり被る原因になるんじゃないですかね。そんな気が私はしますけど、どう思いますか、ね、はい、まあそんなことですね、はい、あとエアスクリューっていうのが反対側についてますが、まあ、基本的にはいじらない、もので大丈夫だと思います、はい、新車の状態でね、はい、と思いますけど、どうですか。これの場合はエアスクリューですよね。はい。そう。そして、次、オイルですね。オイル。ここね、オイル。はい。で、ここに窓があります。で、ここの窓、オイルがブーッと下がってきて、この、ここに、白、要は空洞が出てきます。ね。下がってくるんでね。ね。空気が入りますから。そしたら、あ、ツーストオイル、ツーサイクルオイルがないんだなっていうことなので、そしたら給油していただくと。上からね、これシート開けて、キャップ開けて入れていただくという感じになります。はい。なので、たまに見て、いただくっていうか乗る前には必ず見た方がいいと思いますね。はい。でもしここになんかちょっとこれ分かりづらいよっていう場合はキャップ開けてね、あ、入ってるんだなっていうことが分かると思います。はい。であとですね、一番気にするのはやっぱりねマフラーから煙が出てるからですね。エンジンかけてマフラーから白い煙がこう、ま、うわーって出る時と、まあ、あんまり出てない時あると思いますが、まあ、かすかにでもとにかく出てるかどうかっていうのはやっぱりちょっと気にされた方がいいかも。全く出てないとなると、もしかするとオイルがちゃんといってないんじゃないかっていうことにもなりかねません。ですので、まあ、の排気のねマフラーこうカーがパッパッて開けた時にパッパッて白いのがねワッと出るか、まあ、かすかでもね、まあ、ちゃんと出てるかどうかっていうのはたまに見た方がいいかもしれないですね。はい。さあそんな感じでございます。はい。まあ、ご説明をねさせていただきましたけど、どうでしょうか。あとキックね、こんなキックなんてもついてますね、まあ、これでエンジンかけます。はい。これでエンジンかけますので、はい、でかけるときに、そうですね、これで、まあ、ニュートラル確認してそれからかけていただければなと思います。クラッチを握ってかけることもできるんですが、まあ、こっちに、ね、力を集中する方があれですから、まずニュートラルを確認してキルスイッチ、ね、ランの位置を確認してそれから、まあ、あとチョークですよね。それでキックをかけると、キックでかける、うん、そんな手順かと思います。はい。でニュートラルじゃないギアが入っている状態でこれをキックすると車体が前にビュッて出ちゃいますから、おっとっとってことにも、ね、なりかねませんので、必ずニュートラルを確認してから、キックしていただければなと、思います。はい。さあ、あとはですね、まあ、特に何がどうというのはないのかもしれませんが、まあ、メーター周りね、スピードメーター、タコメーター、これが総走行距離ね、オドメーターですね。でここにトリップメーターついてございます。トリップメーターはこっちのノブね、これを回していただくとこういう感じで、ゼロにできますんでね。はい。これね、ダイヤル式なんですよ。これ、ね、機械式になってます。最近のみんなボタンでね、やるようになっちゃってますけどね。はい。まあ、そんな感じになって、ございます。はい。うん。大体そんなところでしょうか。はい。前ブレーキ。ね。で、後ろブレーキ。ね。これ後ろブレーキ。はい。そして、クラッチレバー。ね。これね。ね。はい。そして、こちらですね。こちらが、シフトペダル、ね、シフトチェンジペダルってね。で、5速リターン。1回下にポンってやると1速。で、上に書き上げると2速、3速、4速、5速。ウルはね、5速までございます。はい。で、1速と2速の間にニュートラルというのがありますので、ちょっと軽くね、プッて上げる。1速だったら軽くプッ、2速からだったら軽くポンって
軽くふって踏んであげる。そうするとニュートラルというものに入るという仕組みになってますが、まあちょっとそのまま1速に入っちゃったり、そのまま2速に入っちゃったりということもありますね。ちょっと軽くペッてね、はい、やっていただければなと思うわけでございます。はい、さあそんなところでね、簡単に説明させていただきましたが、いかがでしょうか。あと調整云々とかね、それは別の動画でねやらせていただいてますのでね、ご自身でこういいポジションっていうんですかね、使いやすい位置にこうペダルとか遊びとかね、そういうのをしていただければなと思います。また乗ってるとだんだんとね消耗していくと、遊びの部分が増えていったりしますので、まあ、そういったのもね適宜、後ろは手でこうねくるくるって回せますし、前も、まあ、ロックナットをね、まあ、工具でグッと締めちゃってると手じゃ緩まないですけど、まあ、これねこのロックナットを緩めて、でここでね指で調整できるようにはなっておりますのでね、はい、適宜調整をしながらお乗りいただければなと思うのでございます。はい、まあ、そんなところですね。はい、とりあえず簡単に、機能の説明、ご説明をさせていただきました。はい、何かご質問があればコメントからいただければと思います。はい、そしたらですねちょっとエンジンをね、かけてみましょうよ、ね。どうですか。はい、で今日はこれ朝からねというか昨日はかけましたかね。で今は全然ね暖かくなってね、こんな状態です。さあそしたらまずですね、キルスイッチランね確認、はい、そして、燃料コックオン、ね、そして、チョークですね、チョークを目いっぱい下にポンとレバーを下までやります。はい、で鍵をオンで、ニュートラルランプを確認していただいて、そしたらキックレバーを出してですね、そしてエンジンをかけます。はい、途中でちょっと軽く踏んで止まる位置から、一回上まで上げていただいて、そして一気に踏み下ろす。一気に踏み下ろすという感じでございます。はい、そしたらエンジンをちょっとかけてみましょう。わかるかな？かかったら、チョークを落としまして、チョークを落としながら。スロットルを持って、いただいて、特にあの新しい新車でね、まだ全然当たりもついてないという時はですね、こんな感じになっちゃいますのでね、もう一回エンジンをかけてみましょう。今勝負なし、今ここで少し頑張っていただくか、もしどうしてもちょっとこれであれだなと思ったらアイドルスクリューでちょっとこれぐらいの回転を保っていただくと、もしあれだったらアイドリングするとスピードで上げる。
らいメーター読みでやっとくと時間が経つと上がってきます。はい、温まってくるとわーっと上がってくるんで、そしたらまあ戻してあげると、まあ、そういうやり方も一つのあれかもしれないですね。最初のうちは流し運転というのを、していただいてですね、はい、なるべく、まあ、回転運はある程度上げないと多分柱まともに走らないと思うので、あれなんですけど、あの負荷をかけない運転というのが多分いいんじゃないかと思います。はい、いわゆる高負荷、もちろんだそれがスロットル全開というのもそういうのに当たるのかもしれないんですけど、例えば高いギア3速4速に入れて低い回転で走る、でそこからこうスロットだけ全開で回転は上がってないけどぐーっと加速していくような状態とかですね、はい、そういったのを最初のうちは、控えた方がいいのかな、で徐々に徐々に、負荷をかけていくような運転にしていくのがいいんじゃないかなとかですね、そんなことをいろいろ思うんですけど、まあ、あの乗り方はやっぱりねこう周りの道路交通状況にもよりますので、いろいろね、考慮して、乗っていただければと思います。ただ、やっぱりいきなり高速道路とかを走るのはやめた方が、いいような気がいたします。はい、で流しをして、それから、ある程度あれをやってから高速道路を走るようにされた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあ、そんなところですね、はい、TS185ER の、ね、簡単なご説明をさせていただきました。ありがとうございました。